안녕하세요하린입니다はい今日はですね、ゆるい感じで動画を撮っていこうと思うんですけど9点目代わりでのショッピング動画を撮っていきたいと思います。まだこの動画撮ってる時は目代わり始まってはないんですけど、目代わりで私が買おうと思ってるものを共有しつつ、なんか一緒に買い物してるような気分でこの動画見ていただけたらなと思います。目代わりの買い物の参考にしていただいてもいいですし、この動画回しながらねポチポチとこう9点で買い物していただくのもいいんじゃないかなという感じで、今日はゆるく撮っていけたらなと思います。なのでちょっとだるぎなんですけれども、早速気になってたコスメをバンバン紹介していけたらなと思います。はい、では早速買い物していきたいと思うんですけど、目代わりのセールになってない商品だったりとか公式サイトじゃないやつも買いがちなんですね。なのでその辺皆さん気をつけてください。ブランドの公式から買うのがおすすめです。おすすめっていうかもうそれがいいと思う。公式ってマークついてるやつあるんでね。気になってたのがこのザセムのコンシーラーペンシル、リキッドっていうかこうパレットになってるやつって結構いくつか持ってるんですけど、このペンシルタイプ持ってなかったなと思って、しかもこのピンク系のクリアベージュ、この 1.0 番クリアベージュ、これがチークの部分とかいろいろパウダーとか重ねるとシミとかが目立っちゃう時に最後にこう上から重ねやすい色だっていう風に韓国のクリエイターさんが言っておりまして、 1.0 番ベージュなんだけどちょっとピンクみがかってるから頬の部分のチークが取れた時とかに使いやすいみたいな。これ欲しいです。クリアベージュ、赤みとかを消すっていうよりは部分的にニキビとかシミとかがあるピンポイントに隠すのにすごい優秀らしくて、なんか 0.5 と 1.5 ぐらいをこっちの方とか暗いじゃないですか。でも中心部分にできちゃうニキビの場所とか明るかったりするので混ぜながら3色買いたいと思います。リキッドタイプのやつって広範囲に塗り広げるときはいいんですけど、ペンシルタイプはこの部分的にピンポイントで使うときにすごくいいらしくて、で次にカラーグラムのこのハイライト、これ気になります。これが気になるんだけど、開けた途端割れてしまいショックっていうレビューがある。なんですか。確かにハイライト系って割れやすいんですよ。そうだからそれが気になるけど、韓国で買おうかな、オリアンとかで。これ可愛くて気になってたんですよね。しかもサイズ感もいいし、こんなこれぐらいでしょ多分。カラーが1234番あって、でも肌ってイエベブルベ問わずあの肌色じゃないですか。だから1番の方が馴染むのかもなとかも思ったり、1番にしようと。そんなめっちゃ黄色いベージュとかじゃないから1番にします。あと気になってるのがトゥークールフォースクールのアイライナーなんですけど、ないなこれ、ない。あとこの H のヒント、これ公式って書いてるけど公式なの？公式じゃなくない？うわー公式ないのかな。うわーこれ公式ないですね。あのインスタの公式とかもなくて、日本でまだあんま来てないのかな。韓国でめちゃくちゃ今人気なティントなんですけど、唇の色が濃くてなんか思ったようにティントの発色してくれないっていう時に唇を消す用のカラーがあるんですよ。これ多分1番のデイリーっていうカラー、公式じゃなさそうだけど、このブラーティントの1番のデイリーっていうカラーがグレーベージュみたいなカラーで、これを塗ると唇と肌の境界線みたいなのがボヤーンって消えてくれるらしくて、これを塗って他のティント塗るとめっちゃいいみたいな。これがね気になってるんですよ。一旦入れときますけど多分ここでは買わないかな。韓国で買うホリカホリカのアイテムで気になってるのがあって、これハートクラッシュベアグレイズティント、これがツヤがめっちゃ綺麗かったんです。使ってる人を見た時にツヤが綺麗すぎて、あんまね好みのカラーはなさそうだったんですけど、もうツヤ感のリップ好きな方買ってみたらいいんじゃないかなと思います。めっちゃ可愛かったの。あほら水分エッセンスを 25% 配合、クリアでフレッシュな血色、可愛い。もう本当にこのツヤ感だった。あ3番のカラーだったら春夏ライトさん使いやすそうですね。でももうちょいピンクっぽい薄いカラーがあったらよかったなと思います。6番はちょっとビビッとすぎるから3番かな。
はい、これ可愛かったんですよ。赤っぽいカラーだと1番も可愛いね。私的にはこの3番の透明感あるカラーが好きです。あの目変わりで発売開始してると思うんですけど、デイジークの20色パレットを買った方がいいです。あれちょっと待って持ってきますね。いやこれ絶対買った方がいいですよ。めっちゃ可愛いから。ほらこの20色だから今までのデイジークの正方形のサイズ感よりは大きくなってます。で大きくなってる代わりにこの1個1個のシャドウは小さくなってます。で似てるので言うとウェイクメイクのソフトブラパレットとサイズ的にはほぼ一緒です。ちょっとデイジークの方が大きいかなぐらいでほぼ一緒で、その代わりこの1個1個のシャドウのサイズはデイジークの方が小さいです。でデイジークのパレットのいい点私見つけました。この例えばこのコーラルパレット、コーラルパレットって毎回締め色が少なくて悩みだったと思うんですけど、見てブラウンの数、これでアイラインぼかす系のカラーがめっちゃ入ってるんですよ。この1番とかの パレットだともちろんたくさん入ってますし、2番の淡いカラーでさえこんな入ってる。4番のパレットもうブラウンがいっぱい入ってます。このブラウンの数がめっちゃいいポイントだなと思ってますね。こういう淡いパレットだとブラウン少なかったりするけど、こんな入ってるとめっちゃいい。で、あの欲しいものが思ったよりないので、ランキング9点のランキングから見たいと思います。ポイントメイク、ネイチャーリパブリックからもバームが出たの。かわいい、うさぎ下リップ、いちじくミルクめっちゃかわいい。かわいい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 、かわいい。え、これ見て買いたいもの思い出した。何かに重ねることでグレーの発色にしてくれるっていう、トーンダウンさせてくれる12番のカラーもめっちゃ可愛いですね。こうやってバーって見た時にこの公式ってとこに入らないとダメですからね。目変わり限定、すべてのご注文にミニチュアキーリングプレゼントだって。このキーリングめっちゃ可愛いです。私ちなみに持ってるんですけど、ブルーのカラーで、ソールが見たいんじゃないんですよ。このチーク&リップも可愛いんですけど、フィンガーブラシ、ブラシもめっちゃいいなと思ったんですよ。しかもこのゴムの方が韓国のクリエイターさんが使ってて、指で塗るのと違って手も汚れないし、どんなテクスチャーも綺麗に乗ってて、このブラックのゴムタイプの方、これめっちゃいいなと思いました。指先のような柔らかいシリコンチップで水分を吸収しないから、そのままのテクスチャーを塗ることができる。ティッシュで拭くだけにで衛生的に保管できて持ち運びも可能。これいいですよね。まだあったような、フィーの欲しいやつまだ日本で発売されてないんかな。うわ、ないやん。いや目変わりと同時に出そうですね。あのグロスかなが出てて、髪の毛くしゃくしゃなんですけど、グロスかなんかが出てて、なんか 30% と 70% みたいな感じで、同じカラーなんですけど 30% の方が薄い発色で 70% の方が濃い発色なんですよ。色が 30% 入ってるのと 70% 入ってるので、なんか 30% の方が透明感出て、 70% の方が結構はっきりした発色のやつ、あれも欲しくてなかったけど、あのメディキューブの商品で、まあ、このブースターもうめっちゃ気になるんですけど、私2台持ってるんで、まだ買うか悩んでるんですよね。買おうかな、機械2つ持ってるから買うのちょっと抵抗あって、まだ買えてないんです。でも6個の機能があるんだって、めっちゃ良くないですか。1台で6個の機能、今までの何やったん。いやちょっとこれは迷います。一旦私が気になってたのはピーリングもめっちゃ好きです。メディキューブのピーリング、赤いこのアクネピーリングってやつ、全然ヒリヒリしないのに角質整えてくれるんで、たまに肌荒れ気になる時とか、ゴワついてる時とかに使ってあげると、週に1回使ってくださいってなってるんで、ほんと気になる時使う感じなんですけど、これめっちゃ気になってたんですよ。コラーゲンナイトラッピングマスク、良さそうじゃないですか。これつけて寝るんですよね。良さそうだし、なんかレビューとか見ててもいい気がしたんで、これちょっと使ってみます。でこれ気になってた商品があるんですよ。アクネケアだけ背中ニキビケア、これからねあったかくなるんで、クリームじゃなくてミストタイプ使いたいんですけど、背中にニキビできたりするんで、肌のトラブルを鎮めるボディケアってことで、これ気になります。ツボクサの有効成分7種類配合で、メディキューブのレッドしかこのニキビケアのラインが結構私の肌にあったので気になってます。で同じねボディーソープもあるんですよ。これこっちの方がレビュー多いし気になる。これ一緒に使った方がいいと思うんでね。うわ売り切れてる、残念、売り切れてましたパッてブランド思いつかないので、このランキングのところから見ていきます。またポイントメイク、もうこの目さっきも見たよね、このネイリパで止まっちゃったんで、このバニラ粉の5位にあるプランパーも良かったです。ロマンドのグロスもいいし、
バイオヒールボのこれもうこれからの時期ちょっと使いにくそうですね。このハイフだっけ、ハイフクリームみたいな別名。ちなみにこのネイチャーリパブリックの酸化しないビタミン、生ビタミン、もう水分が入ってないから、そもそもなんか開けてからも6ヶ月ぐらい使えるんですよ。ほら水が入ってないっていう、これ私使ってみました。でもあのやっぱり水が入ってないっていうので、ネッターってこうピヨーンって伸びるようなテクスチャーです。だからテクスチャーは決していいとは言えないけど、もうビタミン C が6ヶ月も使える、ピュアビタミン C が6ヶ月ですよ。ありえなくないですか。基本もさ、普通にこう容器とかもちゃんとしてないやつやったら2週間もたたうちにもうほぼ酸化して色変わるんですけど、これ6ヶ月、驚き。なのでテクスチャーとか一旦置いといて使ってみたい方は使ってみたらいいと思います。ピーカムの私動画がね、多分7日かな上がるんですけど、目変わりめっちゃ得なんで本当にチェックしてください。これあの私動画上がるのが遅いから、ちょっと今さっき言っとこうと思ってちょっと言うんですけど、ほらハリンピック、これこのセットおすすめですね。ロム&は？ロム&のシェーディングってまだ出てないのかな。今まだ出てないんですけど、ロム&のシェーディングのなんかすごいパレット、ハイライトのカラーも入ってるようなあのパレットちょっと気になってて、ロム&の既存の丸っこいシェーディングあるじゃないですか。これね、私ちょっと微妙だったんですよ。なんかあんまり発色されなくて、粉がこうついてくれないブラシに感じがしたので、ちょっと懸念しつつ不安なんですけど気になってます。欲しいもの思い出しました。エチュードのこのフィクシングティントがめっちゃ良くて、このグローフィクシングティント、これも使ってみたいなと思って。クールカンナもめっちゃ可愛い。何これ、え、パレット可愛すぎる。ピンクのパレットもめっちゃ可愛い。目変わり限定セットだって。このグロスも結構良かったです。プランパーグロス。これプランパー効果3段階あったんですね。私ただ色がこの紫可愛いなと思って使ったんですけど、ちょっとスースーする感じが確かにあったんですよ。でもそのスースーする感じが痛いとかではなくて、ちょっとスースーするなぐらいだったんですけど、これ可愛い。安っ。早いもん勝ちで792円になります。クールカンナもめっちゃ可愛かったんですけど、しかもこの前このクールバレリーナのアイシャドウ買いましたね。使ってないけどまだ。ここで買えばよかった。これ普通に買ってもでも安いですけど、モーブメントも可愛い、メローピンクも可愛い。クールカンナムとモーブメントのセットとかある。可愛い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 。色やばい、めっちゃ可愛い。これメローピンクとモーブメント可愛い。モーブメント、いや、これ可愛い。メローピンクやばい。メローピンク絶対買う。もし買えたらここのクールカンナム日本限定カラーやって。クールカンナム日本限定カラーなんやって。めっちゃ可愛いやん。ねえ、これクールピンクじゃない、クールカンナムゲットしてください。これとさっきのこれメローピンク、もうリップこれでいいです。もう勝ち勝ちました。ソフトブラーティントの次に出たんかな、これグラッセリップティント。もう新作出るスピードが早すぎてですね。グラッセリップティント、ちょっと待って、何ツヤなんだわ。うわー、オーブンピンクかわいい。オーブンピンクかわいい。こんなもんかな。はい、こんな感じで今日はちょっと一緒に買い物をする動画撮ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。結局あんまり買ってない気もするんですけど、少しでも参考になったなって思った方は高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方をよろしくお願いいたします。ではね、今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。